見せるので兄弟一致企画。皆さんこんにちは、オルタナチャンネルの伊藤総員、タイガーだ、ケイちゃんだよ、オグトライゲーということで、オルタナチャンネルの聖地幕張サービスエリアに来ました。そうか、浸透しないですよきっと。マジっすか。もうここでしか企画やってないよね、幕張でしか。久しぶりに来たんや。今回意外とやってなかったサービスエリアで兄弟一致企画やりたいと思います。おお、初めて。そう、今までコンビニとかでね結構やってたんだけど、この大好きなサービスエリア幕張のサービスエリアで一致させようじゃないかということで、やっていきたいと思います。テーマが5つあります。はい、まず1つ目がサービスエリアのパン。パン。サービスエリアではパンでしょ。海老名だったらあったんですけど。ああ、確かにね。海老名はメロンパンとかありますけどね。ありますか。いや、幕張にもありますから、名物のね。これを兄弟で一致させてください。そして2つ目がキーホルダー。あー、むずいなー。私のものとかね。そう、サービスでやってはね、ダサめなね、ちょっと。あのドラゴンのね、キーホルダーとかあれ、あれあり、そう、剣のありですよ、それはもう。中学生とかね、カードとかね、旅行行ったりして。そして3つ目が1500円以下のお土産。おー、これは確かにちょっとイメージあるか。そう、いろんなお土産あるんで1500円以下で一致させるということで。はい。そして4つ目がご飯。ご飯、白ご飯、白ご飯、米の品種で、こちらご飯系あるじゃないですか。でも買った店が一致してれば OK です。おー、じゃあ合う可能性あるんじゃん。そう、ここ一致する可能性大きいです。全部でお店6店舗7店舗あるんで、そこで買ったものがお店で一致してれば OK です。なるほど。何する。だから僕はあれですね、ダメです、言っちゃダメです、失格です。そして最後はデザート。おー、で、このデザートは逆にお店は指定します。で、お店の中で種類が合ってれば OK です。おー、この全5つで行ってもらいたいと思います。はい。これは毎回食べることできるんですか。これは当たった兄弟は勝ち抜けで食べれます。うわ、抜けちゃうんだ。抜けます。おー、一致しないと食べれない。一致しないと食べれない。残ったチームが全体のおごり。あー、それは嫌ですね。結構な金額になるな、これは。ちょっと頑張んないと。そうなんですよ。だから早く抜けたら全部食べれるし、お支払いもゼロ。うわー、じゃあ抜けた方がいいわ、やっぱ。そうだね。だからこれ完全に一致目指してください。じゃあそれでは早速もう買い出しいきますか。はい、はい、それでは一致させましょう。せーの、ゴー。パーティーの始まりだ。さあ、ということで一つ目のお題はパンでございます。いや、これね、幕張でね、やっぱ地元ですからね、これは外すわけにはいきませんよ。でね、二つ候補あります。一つは千葉の名物を使ったパン。で、もう一つは昔動画でね、出たパンがあるんですよ。だからね、そのどっちかは絶対当たってると思うんだけど、どっちだ、悩む。決めました。もう一発目から内藤兄弟決めに行きたいと思います。ごめんなさいね、内藤兄弟ファンの方、あの一発目であってね、この後ね、あの参加できないかもしれないですけどね、まあもう軽く合わせていっちゃいますよ。それじゃあ美味しそうなパンね、いっぱいあるんで買っていきたいと思います。ということで買ってきました。どうですか、自信のほどは。あり。やっぱり、うん、意外と見たらね、俺も自信ある。てか1問目が一番愛する声だけど、俺怖い。怖いって言う。怖いじゃない。怖い、やばい、企画のこと考えてしまってね。怖いじゃない、嬉しいんだけど。嬉しい、嬉しい。じゃあ早速いきますか。じゃあ内藤兄弟からもういっていいですか、順番に。うわー、内藤兄弟な、ちょっとその地の利が千葉という。千葉のね。一つ目はちなみに何でしたっけ。パンです。パン。なんで、そうなんですよ、俺2つ思い浮かんでて、で、これのどっちかっていう。あ、そう。うん、何個思い浮かんでる。俺はね、結構2つだね。あ、合わせた今。合わせたでしょ。じゃあこれせーので兄弟ごと出しますか。うわー、これなー、あって欲しくないな。いや、ちょ、うん、欲しくない。内藤兄弟にあって欲しくない。あ、そうだそうだね、自腹になって欲しいんで。そうだね、まだね、この1問目だね。いや、もう合わせに行こう。はい、終わります、ここで。いきます、せーの、バナナパン。おー、惜しい。ずれた。うわ、一個右ね。あ、そうだっけ。これの一個右だったんだよ。そうだったっけ、配置。おー、悩んだ。一安心、一安心、まずは。いや、一安心。どう言ってんじゃん、どう言ったか。このシリーズ結構あるんだよね、いろんなのが。そうなんです、これバナナジュースがそのままパンになってるやつなのよ。あー、有名なんだ。そう、で、これ一回令和層でケントゥーが食べてめっちゃ美味しいっていうところで動画になってんだよ。ケントゥーだもんね。うん、
弟組で買いに行ってる時にトモ君も言ってた、うん、言った言った、その思い出を話しながらシラスパンを手に取ってケントゥートの思い出だもんそれそれはそうだもんね。いやでもこれみんなで食ってうまいうまいってなったから、これは記憶に一番あるパンじゃないかなと思ったよ。なるほど。でそのちょっと見せてください、シラスパン見たことないでしょ。見たことない、見たことないパン行きたくなっちゃったガン虫絶対当たらん、ガン虫、うん、これ美味しそうだなと思って、うん、食べたくて、うん、食べたくて食べたくて選んで、結果食べれないのよ水ってるこれ、俺水ってる多分。いやでも1問目の人はいいよいいんじゃない、いいんじゃない、水ってるわということで1問目ナイト兄弟失敗でございます。いや確かにそっちで、そっちでよかったのか、ちょっと何回かんだけど身をついちゃってるなおかしいな。じゃあ続いておにぎり兄弟、はい、お願いいたします、はい、いや正直1個もうこれやん、え、マジいや俺2個悩んだでもいいってその2個悩んだよ僕は何個悩んだ、俺もう完全にこれしかない、え、唯一心、唯一マジだよ、いや俺にこれだーやだー俺も見てたのよ、渋谷選んだの、はい、それ行くのと思ったおーいいー、おーいいー、それそれと思ったよ、食べたいと思うやつねえやめてみたいなやつ、いや宝くじやめてよちょっと当てに行く企画でしょ兄弟でもないし千葉出身でもないしっていう一番、まあ、可能性低いからね、兄弟でないのはもうずっとそうなんだよそれを言わないでやってこって言ってるじゃないですか僕らは行きましょうか、はい、行きましょう、さあ、いやでもワンチャンあるかもしれない、どっちから出すんですか、せーので行きますか、はい、せーの、マヨコーンピザ、なんか変なやつ、もう名前分かってない名前分かってないじゃん、やっぱその形ですよね、マヨコーンあったんだ、マヨコーンピザありましたよね、目立ってましたよ、うわ知らなかった俺、それやん、でも俺これ逆に奥の照り焼きピザみたいなやつで、はい、これ一択だったわ、二択じゃないでしょ二択って言ったけど、マヨコーンかマヨコーンあったら俺言ってたわ、なかった俺行った時マジで売り切れてた、そう多分渋谷気づいてなかったねこれ、うん、目に入ってないかもしれない、うん、えマジ売り切れてたわマヨコーン行った時、うわマヨコーンか、うわ知らなかったあったね、でもやっぱこの形惹かれますよね、この形のパン、だから思考は一緒だ、食べたいパンだからここ一致してます、どこが一致してんだよ食べる資格がないです資格だけにね、そういう、おわうわうわ失格です。あーでは繋がってる全部が失格だけに失格、え、今の分かってました、大丈夫すいませんでした、ごめんなさい、むずいやつでしたおにぎり兄弟も失敗です、あー絶対マヨコーンだと思ったのね、いやこれは確かに大チャンスだったのに、ね、逃した、さあはい、はい、あなたたち2チームがミスったということはもうここで TK 兄弟抜けても動画的には大丈夫ですよね、もうここでいっちゃってもうかっこよくもう撮っちゃっていいですよ、ありがとうございます、これはナイトさんにお伺い立てましたガチで揃っちゃいますけど大丈夫ですかって、うん、はい、お伺いありました、そしたら、うん、行っちゃっていいよと、おーワンちゃん遊びますよって言ったんですよ、そうね、遊び心を見せるかどうかないんだけど、うん、もう行くっていうことでね、はい、ガチ行きました、はい、もう揃います、これおお。内藤兄弟だって1年前、2年前までは離れ離れですよ、うん、離れ離れですよ、うん、で、おにぎり兄弟なんて兄弟じゃないです、兄弟兄弟今日はそれをね、全面に出してくるんだ、はい、TK 兄弟はだってもう合計したら5年ぐらい一緒に住んでます、すごいよ、すごい、すごい、多いのか、それファンが合わないし、合計したらもっとじゃない確かに合計したらもっとだし、ギュッとしたら5年なんだ東京来てからも5年で2人だけどね、そうだね、合計、ねねねうん、したらもう20年以上は一緒に住んでます、そうですよ、20年選手だいぶだな、一致しないと、これは二軍監督から一軍監督、早く出してください、早く出してください、これしかないでしょ、せーの、ピーナッツパン、一番のやる一番端じゃん兄ちゃん、マジで兄ちゃんといえば、てか兄ちゃんこうやってグーしたらクリームパンっていう話が有名なんですよ、やってみて、ほらクリームパン、わー本当だ可愛い手、ほら兄ちゃんはなんで、手の形で言ったらほぼ一緒だけどね、そうなんですよ、これ俺の手のタイプのクリームパンの形じゃないもん、クリームパンのじゃんみたいなさ、まあ確かに俺はもう一番メインのやつだから、エビナでいうエビナメロンパンです、まあ、まあね、でただ正直これ両サイドで押してたんですよ、そうなの、そうなの、そうこれが一番ですけど、2つ押されてた、だからこの2つで初め俺これね、気になってましたもんね、ちょっとナイトさんにしてみましたけど、ごめんなさい、ごめんなさい、喋りますすいません、喋ります俺の耳が悪くて喋るよ、いい、喋って、喋っていい、はい、喋るよ、はい、いくよ、うん、
いや正直ね、おいおいサービスエリアでね、サービスエリア突事故です。いいね、いいコミュニケーション取れて、グッとグッと距離取ったけど、うん、これぐらいだとね、コミュニケーション取りますよね。すごい丁寧にパス、そう、丁寧すぎ、パスがね、喋るよ、いい、喋って、喋っていい、はい、喋るよ、はい、行くよ。目の前にこれね。ということで TK 型も失敗です。マジか、マジか。みんな失敗だ。ということで誰も食べれません。はい、マジか。でもこれ次1個当てたら食べれるってことですか。そうです。今までのも全部食べれるよ、ね。なるほど。帰ってき、はい。早く食べたい。じゃあ続いて2つ目いきたいと思います。はい。2つ目はキーホルダー。おお。これ難かったな。さあキーホルダー。キーホルダーむず。キーホルダーのイメージないもん。メンバー全員に種類がえぐいんだよね。うんことかあったら俺イメージうんこの、でもこれキーホルダーって感じじゃないもんな。確かにうんこのイメージだよ。うんこのイメージありますもんね。あるあるあるか。うんこのイメージ大好きなイメージだよ。どんなだよ。だから内藤は千葉だから、うん、千葉っぽいの。そう、千葉くんっていうね、有名なキャラクターいるから、あちょっとそれで合わせにはいけるかもしれない。あ、ちょっと、え、待って、そうなんですよ。え、こんなん俺確定じゃないですか。確定じゃん、これちょっと。逆に K がこれ言ってなかったらマジよ、うん、3発まで殴っていいですか。これは、これ気づいたら絶対そうなるね。いいっすか、俺決めちゃった。いいっすね、いいっすね、行きましょう。すいません、もう消化試合になっちゃいますけど、ね、これはもう確実だ。じゃあちょっと渋谷ジャパンが何を買うのか楽しみにしててください。うんちのイメージあるか。あるなよ。やだな。俺も漏らしてるし、コンビ揃ってうんちのイメージで。おにぎり兄弟から発表お願いします。これね、はい、一角にいろいろいっぱいありましたね。そのお店の一角におにぎりがなかったね。あー確かにそう、おにぎりがあったらいいなと思った。うん、そうなんこれマジむずかった。僕は結構渋谷さんの好みを知ってて、うん、こういうなんか動物とかのキーホルダーだと、うん、無表情のなんか何とも言えない表情が好きなんですよ。なるほどなるほど、ね、ポケッとしてるやつ、はいはいはい、そうだから僕はそのポケッとしてる表情を選びました。おなるほど、はい、近いかもしれん。おあるか。せーのできます。はい、せーの、こちら。うわー、あー、なにこれ。うわー、カワウソ。カワウソじゃん。こういうさ、なんかこう、なんとも言えない寂しそうな表情が渋谷さん好きかなって。はいはい、哀愁漂ってるやつね。カワウソか。カピバラだったら間違いなかった。確かに確かにそうだわ。ちょっと俺にこういうカワウソとかカピバラ似てるから。あー確かに、カワウソね。これでもちょっと正直種類多すぎます。これはね、マジでむずい。これあったらすごいっすよ。まあまあまあ、むずい。ということで、おにぎり兄弟失敗でございます。はい、失敗。ただ食べたかったのにTK 兄弟、これ、はい、やばいっす。あ、これやばいよ。マジっすか。やばい。俺から見てそういうことは俺絶対勝ってるわ。あ、確かに KK 自信ある。マジで自信あります。あ、じゃあもうこれ揃ってます、揃ってます。 TK 兄弟問題みたいな。そうだね、これはもうサービスエリアでした。うん、もうサービスエリア。え、ただ同じくらい俺たちもあると思う、うん、あ、ないです。全然ない。嘘でしょ。え、あった、そんなの。だから結構幕張サービスエリアじゃないですか、ここ、はいはいはい、やっぱホームなんですよ。まあ近い近い、やっぱ千葉県っていうところ。あったっけそんな。じゃあ行きますか。行きますよ、せーの、ドン。うわ、もう最悪。だるま、だるま。僕はこれ千葉の旅顔文字キーホルダー。うーわ、全然ちゃうわ。これ絶対俺の方が合ってるでしょ。いや、これはね、俺見かけなかったわ。そうだ、もうね、よく見ないのよ。よく見ないんすよ。あ、ほんとだ、顔文字くんが行く千葉の旅っていう、ね、そう、だからね、これとさ、うん、あの、ビヨンってやつがいっぱい並んでた真ん中にこれあったのよ。うわー、なんかこっちに目いっちゃってたわ。そうなんだよ、見ないのよ。そう。見ないの。見ないの。ということで、内藤兄弟も失敗でございます。失敗です。まあただね、ここで一兄弟もう上がりが出ますね。マジかよ、マジで悔しい。ちょっとサービス問題揃わなかったらもう本当逆に自腹。そうですよね。あとなくなった。え、入ってませんか。あれ、なくしたなくしたなくしたエンド。
なくしたえないとないさっき一個渡したけどね勘弁してよそれで失格あれは絶対合うやつなんじゃけせっかくのやつないよ失格やいや失格はないっていやここにあったもんねここにはあったのよそうそこでパスしてもらったんだよね、うん、入れ替えるときに黒じゃあ1分以内に見つからなかったら、うん、なかったってことで探せ探せよーしスタート1分以内さあ1分ですさあみんなでそうそうそうみんなで渡したのよあーじゃあここまで車内で渡してんのあれやばいタイガータイガーの多分ポッケとかに入ってるんじゃない一回全部脱げ全部脱げ終わったよっしゃ終わったさあ危ねータイムは1分5秒残念ドンマイ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 じゃあ続いてのテーマは一応出してもらっていいですかダメですじゃあもうこれはねいけると思うんで、はい、それでは TK 兄弟お願いします、はい、本当に、うん、これしかないよ、うん、これはもうずるいだよ本当にほんまに K はやってますよ、うん、逆に、うん、逆にもそれはそうだねいきますせーのタイガータイガー本当に当ててきたダメよタイガーしかもこれ一番前にあったでしょうそうね裏にあったやつ前にしときました、うん、うわあもうそれはやだそれはルールあれちょっと怪しいね怪しい怪しいアピールしてる怪しいアウトだアウトに近いしかも隠したのに見つけるしなおお隠してたんだ大丈夫さんだめっちゃマジックっすよだとしてめっちゃの胸ポケットに胸ポケットにこれしかも聞いてくださいよはいもう一個、うん、今日たまたまですけどはい俺ら完全に服かぶってるんですようわここまで一致しちゃってるんでうわ一致してだからいどうですかヒゲ兄弟クリアですやったすごいということで全部タダで持ち帰りできますよっしゃいいなこれはずるいわいこれはもうだってもう知ってたっていうキーホルダーがあるみたいなそうそうもうタイガーって書いてあったもんねそれやもう渋谷ジャパンっていうキーホルダーがあると一緒だよね同じこと言ってるよ同じこと言ってる何がどう何がどういいなパン食べれんじゃんいや食べれますね食べていいですかじゃあそう今までいいなお腹減ったこのサービスエリアのツートップみたいな顔したパンでしたもんねそうだねしっかりアピールしたいと思いますはい50万個売れたみたいな感じで書いてあった、とろけるクリームパン、とろけるクリームパン、すごい、ピーナッツクリームでね、わお、感想も一致するかな、じゃあ一口いっちゃってください、せーの、いくよ、せーの、うまい、わお、大体そうだろ、すごい、大体それなんだよ、うまいか美味しいしかないんだよ、食パンとかに塗るピーナッツクリームあるじゃないですか、もうあれ、あれが全部入ってる、ぶち込まれてる、あれぶち込んでふわふわ、贅沢。夢だすごいバナナジュースの味ですね本当にそうなんですそれ超濃厚でしょめちゃめちゃバナナ感強いですねじゃあ一応買ってきてるんで次のもじゃあ TK 兄弟から発表してもらってで、はい、あとはこの2チームどっちが早く抜けるかで対決しましょうチャンネル登録よろしくじゃあ続いてのテーマがですね1500円以下のお土産はいはいはい、はい、これは正直自信ありますうわこれ2問正直自信あるんですよということでお土産1500円以下そう、1500円以下お土産一番多いんですよ確かにここら辺全部お土産だもんね全部あっち側まで全部お土産なんでそうなんだよね一番難易度高いかなと思うんですけど確かにやっぱり路面目立つとこねはい、この入ってたことじゃなくて路面でそう、こういうところね売り出し中ので、俺もう見ちゃったお、見つけたはい個人的には欲しいわこういう感じザクザク気になってる千葉といえばピーナッツはいこれ普通に欲しいし K も言ってくれる気するんですよでこういうの大好きなんで、うん、もうちょっと即決ですけどおこれでいきたいと思いますなるほど決め打ちでぜひ持って帰りたいよし行きましょうじゃあ TK 兄弟もう連続正解もあったらすごいこれは本当にすごいことですよそうですよねいや俺多分当たんないと思うなK 君の買ってるの意味わかんないじゃあダメだダメだマジで意味わかんないえマジそれそれかっていう本当に俺二択のうちのああそうちょっと当たってたらすごいなはいじゃあいきましょうはいせーのピーナッツペーストおそばなんでやおそば珍しくないなんかお土産でおそばここが出雲ならとかさ神社ならわかるよ珍しくないそばおそば好きだからねよかったおそばかもう一択は伊勢海老味噌汁あいや味噌汁いや
なんかさ、そのなんちゅうの感覚としてわかんない、この後渋谷さん出すから怖いけど確かに調理不要のものの方がなんか良くない食べる確かにいい食べるじゃん両方食べるじゃん今味噌汁とか蕎麦はマジでないわ。そう、当たった時のこと考えてないでしょそうなんだねそうなんだねパン食いやがってただ TK 兄弟はもう成功してるんで持ち帰れます。邪魔どんだけワンも行ってもね。じゃあ続いておにぎり兄弟いきましょうか。はい、兄弟。俺もどこかある。いや、ないですよ、こっちには。あれ1分測ろうかさあ、1分測ろうか。1分、よーい、スタート。さあ、1分以内に中に入ってると。え、おそらく合ってるんでしょう。え、入ってないよ。え、だってさ、渡されてたよね、3つ。俺は渡されてないよ。え、だからさ、え、違う、自分のさ、ポッケとかに入れたかったサイズが。あっただよね、ほら誰か内藤さん。いやーマジック、マジックすごいな。すごいな。これもすぐ食べれるやつです。はい、じゃあ、それではよろしいですか。はい、それではお願いします。せーの、じゃじゃん、ビワゼリー、イワシカレー。なんでやねん、すぐ食べれるかそれ。本当にイワシカレー、ちょうど微妙じゃないですか。イワシカレー、カンカンのやつは確かに。イワシカレーは俺もびっくりしたかもしれない。いや、おっくん前1万円仕送りの時に、うん、なんか瓶詰めめっちゃ送ってくれたのよ。カレーのやつもあって、瓶のやつ送りました。で、俺カレー大好きだから、はい、まあこれしかないな。そんなことないです。今のその一分目と二分目が繋がったかも微妙です。確かに理由として俺ビワゼリーもおかしいでしょ。これね、前覚えてます？わかる、俺わかる。渋谷さんが、うん、この形好きっていう、うん、言ってた形なんですこれゼリー。え？この形。うわ、本当だ。さくらんぼゼリーを紹介した。紹介してくれた時にこの形なんですよ、ビワゼリー。本当だ。で、結構これかなと。ビワ好きだし。いや顔ごと食べるってこと。いやいや、マジか。いやー、ここ当たんなかったっすね。マジカレーじゃなかったか。ということで、おにぎり兄弟失敗でございます。こんなちょっと食べたいよ。やんなかったらもう全部没収ですからね。そうです。最後はもう正解した兄弟ごとで全部没収で。総取り。総取り。じゃあ続いて内藤兄弟いきましょうか。うわー、これは当たんないでしょ。ね、内藤家ってお土産買う文化ないからさ。そうなんですよ。お土産買ったら負けだと思ってるから。お土産持って帰ってきたらちょっと笑われるぐらいだからね。プププププみたいな。え、俺絶対手土産持ってかれるんですよ。次内藤家に。プププププって。じゃあそれでは行っちゃいますか。はい、俺はまあどっちかっていうと普段から食べてるようなものですね。マジで俺は兄ちゃんが好きそうなやつ。あ、でも俺が好きです。合いそうだけど、うん、じゃあそれでいきたいと思います。せーの、おい、芋けんぴ、ドライ塩キャラメルピーナ。うわ、どっちも特殊。芋けんぴ買うとは思わんて。普段から食べてるんですか、内藤さん。俺芋けんぴ大好きなんだよ。知らなかった。そうなんですね。そう、だから家で結構あったら食べちゃうんだけど、その姿は確かに見せてなかったわ。で、見せてもらってない、見せてもらってない。何ですか、そっちの。これめっちゃうまそうじゃない。こういうの好きっしょ、こういうなんかコーティングされたピーナッツ。確かに、え、これピーナッツがコーティングされてんだか。そう。マジで。コーティングされたピーナッツとか好きなのよ。好き。ダメですよ。あああ、食ってしまえ、食ってしまえ、コーティングされた。食べちゃう。ご飯、お店が一致すればクリアと、あとデザート、はい、お店指定で一致すれば OK です。 OK です。あと2つでここのね、兄弟どっちか抜けられるかどうか、もしくは全クリでもいいんでね、それを買い出しに行きましょうか。はい、はい、じゃあ続いては4つ目、ご飯一致しましょう。せーの、ゴー。さてさて、今回はフードコートの中の飲食店で店が合ってればいいってことは、まあ渋谷さんの好みの店を選べばいいってことだと思うんですよね。渋谷さん今日ちょっと自分の食べたいもの行ってる日なんで、渋谷さんの好みの店を見つけていきましょう。でね、こんなあるんすよ、お店が。結構あるよね。店内行って匂いで決めたいと思います。ということで買ってきました。買ってきました。はい、これは買った店舗が一緒だったら大丈夫です。大チャンス。大チャンス。そうです。だからラーメン屋だったらラーメンとチャーハンでも同じ店舗だったら
成功です。じゃあ早速いきますか。食べたすぎる、マジで腹減ってきた。マジで食べたい。しかも、ね、寒いのよ、めっちゃ寒い。寒いですね。そうだからね、あったかいものとか買ってきてんじゃないかなとか思ったり。力いきますか。配膳しますんで。あ、配膳係の、はい、もう用意されてます。じゃあ内藤兄弟から、はい、行きますか。はい、もう同時に持ってきていいですか。そうです、じゃあ俺たち目つぶれてよっか。頼むよ。いや俺はね、正直トモキに合わせた今回。おー、それではお持ちいたします。はい、せーの。うわー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 、そうだよね、出るわ。そうだよね、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 そうだよね。真逆。俺に合わせたのか。そう、これ千葉で有名なラーメンなんですよ、竹岡式っていう。だけどトモキだったら海鮮丼食うんですよ、いつもだったら。あ、そうなんですね。そう、幕張でいつも海鮮丼食ってんの。これはトモキに合わせていったら合うかなと思ったけど、こっちだよな。そうだよ。さっきのあったかいものの振りなんだった。そう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 、あれなんだったの。ねえ、そうだ、俺的にもこっちの方が全然食いだったよ。うわ、そうか、なるほど。そう、うわ、マジかよ、きつ。これめっちゃ食いたい今。めっちゃきつい。え、マジ、え、これ食えないの。食えないんだよ。俺食い切れるかな。これは食い切れたよ。ということで、じゃあ続いておにぎり兄弟の、頼む。さすがに合ってると思う。やめて、マジでこれラーメンで揃えられたらめっちゃ嫌だ。さすがに合ってると思うな。ラーメンで揃えないで。お待たせしました。匂いかご、まず。あー、やばい。いやいや、いいよ、合ってる合ってる。やばい。じゃあせーので目を開けていただきたいと思います、はい、せーの。あるんじゃない。まだあるよ。あるんじゃない。全部の可能性はある。あるんじゃないか、これ。そう、持ち帰りにしてね。そうそう、あるかも。せーの、たこ焼きカレーでーす。アウトアウト、めっちゃ痛い。アウト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 。だからこれ、お互いの好きなもの言ってるんだ。そうか、そういうパターン。そういうことは逆だ。なるほど。カレー好きですもんね。さっきカレーだったんですから。いや、悩んだ。でもこれとイワシカレーと、うわー、うわ、これ合わないの。すごい綺麗。美味しそう。うわ、食品サンプルぐらい綺麗ですよ、ね。いや、これフルコースやん。これね、ハサールのフルコースやん、これ。そうよ。え、食わしてくださいよ、オールスター。食べましょう、もう。残念ながら食べちゃおうよ、こちら。ちゃおう。 TK 兄弟がいただきたいと思います。これもいただきますんで。よけー。ということで、内藤兄弟、そしておにぎり兄弟が外れたので、TK 兄弟しか食べれません。ありがとうございます。これって大食い企画でした。こんだけ揃ってめっちゃいい香りしますよね。ねえ、カレーラーメン。ほら、そして寒いから余計食べたいのあったかいもんな。じゃあ俺大好きなラーメンを。うわ、それだったんだ、絶対分かってた。じゃあすいません、いただきますね。分かってたんだよ。うわっ、うまいな、吸うの。うん、うまっ。寒いしな。あったけー。分かってたんだよ、それだよ、絶対その音したら。あ、そしてカツカレー。カツカレーいいなー。うわー、この一番脂のとこいただきますね。うわ、これはサンプルではありません。うるせーなー。ショート、うるせー。ショートね、本物でかい。まあでも、まだ次で当たれば今までのも食べれるんで。そう、だからこの辺とかは冷めるとかないんでね、うん、そうだね、ちょっとだけキープしておきましょう。すぐやりましょう。そうそう、ちょっとまだ食べ終わるうちに。そうだね、すぐやろう。食べてるんで、うん、行ってきてください。あ、行ってきてください。じゃあ最後はデザートです。はい、あの1店舗デザート屋さんがあるので、はい、そこで買っていきましょう。はい、はい、それでは行きましょう。ガガ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 デザート選びに来ました。おい、なんかもう自分の感情が分かんない。今デザート食べたいのか分かんないから。確かに。とにかくお腹が減って。でも見てください、これいろんな、なんかおしゃれだね。確かに。いろんなやつがいっぱいあるけど、しかもさ、販売休止中とかもあるからさ、結構当たりやすいんじゃない。本当だ、もう絞られてるね、結構。かなり。いや、これ当ててね、うん、ラーメン食べたいです。ちょっと早くしないと、もう食べ尽くされちゃうから。早く選びましょう。早く選ぼう。チャンネル登録よろしく。ということで、最終問題。ほら、これしか残ってないじゃん。もう時間かけてたから。なんか遅かったな。これでもいいから食べたい。食べたい。もう正解したチームはこれがっつくるんで、はい、行きますか。じゃあおにぎり兄弟から、はい、最後行きますか。行きましょう、行きましょう。はい、はい、せーの、ちびきん。え、ちびきん、え、なにそれ。ちびきんってありましたよね。ちびきん、そう、一緒だ。じゃあ、あ、一緒だ。ま、間違えてかけちゃってるか。うわ、ちょっとクレーム言いに行きましょう。俺、僕もなんかこれあれですよ、間違えて。よく見て、全然違う。全然違う。何これ。僕
これ全然違うものです。外したわ。外してる。これはね、一番押されてた商品みたいなやつ。看板メニュー、千葉といえばピーナッツ。まあそうだ、ね、でも実は看板見たらチビキンがナンバーワンだったよ。そうそうなの。でっかい縦看板に1枚だけチビキン沿ってて。あ、そうなんだ。そうです、チビキンです。いや、YouTuber たるものチビキン。そうか、絶対チビキン。そう、あったらチビキンさんを買わないと。いいよ、別にもう自腹でも食うからさ。ダメです、自腹でも食えないっす。自腹でも食えません。もうこれで失敗ですよ。はい、もう全部、全部食えません。食べれない。何も食えずに終わりです。それでは最後、もうさようならおにぎり兄弟、2人で全自腹になってください。それでは来てと思います。せーの、せーの、ピーナッツチョコソース。いやいや、これつまらんって。これはキンキンに冷えてられる。新鮮なので、キンキン温度だね。ということで、内藤兄弟1成功、そしておにぎり兄弟失敗。うわぁ、マジかよ。ということで、全額自腹はおにぎり兄弟でございます。うわぁ、結構いったんじゃない。ということで、なんと成功したのは TK 兄弟と内藤兄弟2チーム成功です。ありがとうございます。当然でしょ、ギリギリ。ぜひこの一曲楽しんでくれた、目指せ1万いいね、高評価とチャンネル登録お願いします。またね、次は海老名とかでやりましょう。海老名やろう、舞台を変えてね。お願いします。それではまた次回、海老名編でお会いしましょう。それではまたね、バイバイ。止まんねえっすわ。すごい食ってる。止まんねえっす。うまっ。でも寒いでしょ。寒い。中で食いましょう。ね、中行こう、中行こう。中で見てもらってちょっと食べると。わー、頼むって。水は、水はいい。さすがに OK ね。水はいくらでも飲んでもらって。あるけどさ。